こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。インゴル始めていきましょう。ということで、女子プロが登場、春のキャンペーン、何をやるんだろう。データか。対戦するのかもしれないですね。ありがたい。でも久しぶりなんですよね。もう悪かった。ランクルプラドお知らせ見よう。スーパーミンゴルフェス。これはガチャですね。春のゴルフシーズンキャンペーン、ミンゴルチャレンジャールーカスと対戦。なんと名もありますね。いつも通り。これなんだろう。今週モデルウェアを獲得。本当だ、ミンゴルチャレンジ。まあいつも通りですね。例えば一人でゴルフをやるとこれが出てくるんで、このルーカスと対戦ですね。スターオーズだったっけ。ET とか、あ、そっちか。本来勝てばいいです。のコースなんで大丈夫でしょう。これはホールインワン決めてもおかしくないイベントショート。めちゃくちゃデニム地。ちょっとオーバーかもしれないけど悪くないな。相手はパーパットです。どうだ、欲しい。さあバーディーパット決めちゃいましょう。OK です。バーディー2000ポイント追加。よしよし、あーパトラスオーパトラ。よろしくてよ。これは平坦なコースなんだ。スニーテンが大丈夫？ちょっと上げすぎだよな。これ持ってきた。1.6メートル。にぶつけそう。それはないな。ナイスショットだ。あらあらとは今日の約束謝ってる。そんなことないですね。あ、これ2段グリーンだったんだ。これあ、いいですよ。うわ、意外と難しい。くるくるパットだ。入った。よかった。よしよし、ここも突破です。最後はボスなわけですね。セミか今度は打ち下ろしか。どうだいかな。ちょっとこれでもオーバー。いや、そんなことないか。オーバーかな。わ、バンカーへ。海だ。海はオーバーハザード。これちょっと右行くんですね。やらかせ。なんだ、どこ行くんだ。悪くないかな。オンはできなかった。イライラしてる。でここ一に寄せてきましたよ。足りない。あ、うまいな、パッと。どうかな。やられました。うん。まあまあか。ミネスニアって。もう一回やる。これは行き過ぎた。あ、いいですね今回の。寄せました。イライラしてる。今日いいショットですよ。パーです。上ですね。あんまり近づけなかった。どうかな。入っちゃいますね。パーですね。うん。まあまあか。1200ポイント。いけるか。いった。3200。よし。なんと。みさきちゃん、これあ、なんかドーンってストレートに入っちゃう。なんかマイナスポイントになってしまう。いいわね。キープしやがった。この辺でもポイント的な不利は否めないが、強い。これは強い。地味に強い。しかもバックスピン効かせてる。ちょっと今回は無理ですので、そうだ。よし。リカバーが300になるんだ。一発で決めないともう絶望的です。これはあーダメでした。早く解釈してくれ。いいわね。よし。くそ4戦目にしてこれは初めて。試練ですね。あまりストレート行き過ぎても良くないんだ。これどうだ？いけるか。いいですね。フェアウェイはフェアウェイです。あっという間に58ヤード。どう？した。打ち上げか。これはスーパーショーツ。相手の方が良かった。これ一発で決めないとやばいぞ。頼むぞ。オッケー、バーディーパーツ。3000ポイント。よし。多分これ決めるでしょうからね。え、なんで1008なんだ。強敵すぎるな。頑張るぞ。ちょっと右にやるのがいいみたい。どう？次のショットですね、問題は。何これ、このスピン強すぎる。6.4 もある。なんとしても一発で決めなきゃいけません。これはよれるな。バーディートライ。ちょっとずれた。やっぱり距離がちょっと長い。パーで入りました。でもこれでは勝てないよな。2000、相手の方は強い。くそ。なかなかここ突破できないですね。とりあえずルーカスはまあいいや、もうなんとな行きましょう。なんとな3回多分トーナメントチケット使えるんで、これでやっていきましょう。よろしくお願いします。基本は平坦だ。最後めちゃくちゃな台があるな。こんなんです。登れるんかい。よし。あ、ちょっとこの木が気になるな。あと左に寄るんでそうなりますよね。知ってた。見えない。最悪。なんだこれ。クソすぎ。くるくるパッドになった。ボギーでした。なぜだ。オープンホールだ。何これ。嘘。なんでヨシノリが邪魔をする。少し見て戦うのもありませんね。やけになってますよこれ。そんなこと言ってるうちに4打目になりました。そうだ。あ、いいですね。グリーン。いけるか。言いましてパンをキープです。まあイーグル取っちゃったりすごいですよね。どんどん人入れていきます。惜しい。ジョーリーさんがまだ残っている。ジョーリーさんパーパットのはず。入ったかな全員。最下位です。あ、やけになってるから仕方がない。何これ、なんか気持ちはある意味気持ち悪い。ちょっと足りないかな。いやワンをした。これかな。あーダメだ、吸い抜けていった。パーはキープだが、まあ、ポイントは稼げたが、ジョイさんパーかな。シンさん動けない、動いてないな。シンさんリタイアか。くそ、7位でした。ありがとうございます。くるくるパッドは重要らしい。2回入りましたからね、今回だけでも。あと2回。砂ぼこりドバイ杯。引っかかりやすいからな。今回は木に引っかからなかった。成長がうかがえる。ちょっと戻っちゃいましたけどね、見えにくいな。あ、木が見えないとこだ。2音です今回は。かなりのこれは遠慮せずぶっ込みましょう。くるくるパッド、おー、なんか一気に4つボールに入った。すごいな。パーではありますがね、みんなさすがに入ってるからな。みんなバーディーで来るだろうからな、こういうとこは。さあ魔のホールでした。これ低い弾道でやったら、ことです。あるか。あれなんで今日避けようとしたのにダメですね。合わせたコンプリ破りというのはただの帯。1メートル OK になっているしダボでした。なぜだ。そうだ。これはああ惜しい。全員入ったかな、これで。何でした。ありがとうございます。さあ、ラスト1回です。頼むぞ。なんとかフェアウェイ。木がなうるさいとこにいる。もうちょっと右でもよかったかも。当たりきり当たらない。吸い抜けていった多分なぜか左へ。いけるか。そうだ右に行ってる。で、1m大きいですよね。なぜだ。みんななんか動きが悪い。終わりですよねこれ。一回はバーディー取りたいな。しなんだ。下り坂って初めて知った。もうちょっとだ。3打目。そうだ。インターセット。3-4です。さあバーディーここまで決めたらしっかり決めていきたいですね。OK です。バーディー決めました。なんか一気にリタイアしてる。2人しかいません。これがね、結構8m距離がある。厳しいな。うわ、惜しい。18cmだった。まあ、しゃあないですね。チップインバーディー決めたかった。チップインバーディーじゃないか。あれ、1人しか他リタイア。なんと優勝なほなみんなリタイアしてるので意味がわからないですが、順位ボーナス初めての1位。いや、棚ぼたすぎる。優勝と言っていいのか。結構困惑しておりますが、ランクマッチちょっとだけやってみましょう。今レベル16だから同格を選ぶといいな。なんだこれ、あんまり飛ばせない人。みんな飛ばせる人だな。すごいな。この一つにやりましょう。もうプロのあれ持ってんのか。パンを狙おう。パンはちょっと無理やけど手前まではいけますね。下手なコース。うわー、バンカーに。嘘でしょ。燃えてます。キープか。相手は一人不利ですね。名宝って何？ここチャンスかもね。もうちょっと行けばよかった。奥が結構余裕があるんでね、行けばよかった。なんだこのキラキラパッドは。嘘だろ。これ入れないと負けになりますが、どっちみち負けです。いけるか。オッケー、バーディーです。ポイントは高すぎました。負けは負けだけどね。11ポイント差か。もう一度ランクマッチ。持ってる人は避けましょう。この人行ってみよう。投票も近いみたいですねって。ナイスショット。ちょっとくぼんでるんですね、手前が。ワンオンはどうだ、無理かな。フェアへキープしてきました。ちょっと微妙かな。視界が悪い。右に行っちゃった。ちょっと打つのが早い。2オンです。 10.3 メートルあるのか。嘘だろ。チップインイーグルです。あ、VTR で流してくれるんだ。ただ視点がこれだな。よし。おー、やりました。ここにボーナスもあります。いろいろ追加される。なんだこれ、ボーナス値がすごい多い。イーグル10回目ですね。いうことで今回インゴールチャレンジルーカス・ラントナのドバイアーバン GC を中心にやっていきました。まあ、あんまり良くなかったですけど、まあ、いろいろポイントを稼ぐことができたので今後も励みにはなったと思います。またやっていきたいと思いますのでお楽しみに。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。プレイリストミンゴル、ブログ、ツイッター、概要欄にアドレス記載してます。よろしければご覧ください。ツイッターのフォローもお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。